目に効く、あそこ目に効く、あ目の疲れが効くのがいいって、うんうん、なるほど、嬉しそうやな。ああいいっすね。痛い、米が目に効くので、あ目に効く、あそこ目に効く、痛い、マジックかなんかで印つけてもらって、あお願いします、マジックで。窓からしたらさ、分からんのね、自分じゃね。いや、結構いいな。目の疲れはそこがいいと。目の疲れがそこがいいって、うんうんうん、なるほど。やっぱまああれやね、遠くがいい理論だよね。陰陽の理論でしょ。あ、陰陽の理論、陰陽の理論でそうなるわけでしょ。覚えたいんですよ、目の。確かに確かに、目の張る場所が分かんない。印つけてのを写真撮ったたりやん、自分でね。あ、そうっすね、うん、どこら辺か。視聴者の皆さんも目が痛いって人多いと思うんで、うん、ここ銅を張って近くにアルミでもいいですし、はい、もう簡単にここをやれば、ここですね。なるほど、はい、もう一箇所はざっくり、まあ、その辺りでいい、近くでいいです。なるほど、はい、左足も同じように両方張るっていう。あ、なるほど。顔には張らないんですね。顔は皮膚が薄いので、テープ貼ってこう剥がすと皮膚が剥がれてしまう。あ、まあ、それを懸念して、皮膚のダメージがあるんですよね。なるほど。だけど本当に目が疲れてるからってちょっと貼る方もいません。台湾の人とか貼ってます。あ、なるほど。夜寝る前にある。そういう時は半分にちょっとシールを折って、あんまり貼る面を半分ぐらいにして、ね、それかもうおでこに6個つけたらいいやん。立てそう、クリーン、こうやってね、クリーンやってね、そんそんで天津飯。いや、クリーンや。天津飯目や。めちゃくちゃスッキリするかもしれない。スッキリする、こう、もう6個、6個つるんといくかもしれんよ。それ行きましょうか。ただ皮膚がね、やっぱり顔の皮膚は弱いので。なるほど、全体的に。なるほど、なるほど。じゃあもうここ貼ってドラクエやったら完璧ですね。そうだね、うん、プラジョ。よし、ドラクエは避けらんないから。はい、ドラクエやるために貼って、そう、はい、あと奥や。って嬉しそうやな。ありがとうございます。こっちですね。すごいね。おー、あれだね、裁縫得意な人だったら10円と1円入れるポケットのついた靴下を開発したら縫ったらいいよ。ここにやる、ここにポケットつけて10円と1円こう入れるっていう。台湾を貼っときましょう。ありがとうございます。いいな、よかったね。松尾道中記。前回のね話、うん、まあ、ちょっと性的な話がね、うん、もう超ド級じゃないですか。になりましたね。まあでもね、はい、体が弱いんですよ、こう見えて。あ、そうそう、生まれつき、ね、生まれつき体が弱い、生まれつき弱いんですよ。すぐ病気するし、虚弱体質なんですよ。マジ死にかけるじゃないですか。そうそう、毎回すぐね。で東京行った時もなんかわけわからんウイルスが入って、いやマジでバイキン入ってしまった。40度以上熱出てホテルのねロビーで寝とったりとか、うん、とかもあるんで、だからじゃない、生命を残そうとするそんな意志が強すぎる、生について強い、うん、なるほどなるほど、かもしれない。でもだからそういうエピソードとかも聞いてたらさ、いろいろありますよね、はい、友達がたっていう話よね。違うね、友達がされたんです。男の人ね。これ笑えない話を、友達同級生がね、中学校の時されたの、先輩に。な中学1年、中学1年の時に、中学1年生の時の同級生クラスメイトが、うん、中学3年生の男の子に、うん、すごいです。男子が男子に、ね、男子が男子に中3男子に、うん、もうやばいよ、もうスラム男子ですよ、そんなもん。なんで、うん、なんでもない、いらんこと言うだからもう話がそれくらい、だからね、もうつまらんこと言うやつで、まあ笑っとんの森川純何をして顔ばっかりてはね、いやだってもう何でもありやからスラムですよ、そんなもん。だからな、何をされたかというと、されてんすよ、はいはい、で入れられてんすよ。でもさ、抵抗できるやん。あ、でも中1と中3でやっぱそうか。で悪かったっけ、中学悪かったっけ、うち痛いやろね。そうそう、痛いと思う、痛かったと思うよ、ね、本人もだって別にそういうわけじゃないし、ちょっとおねっぽいんよ本人ね、なよっとした。あ、そうなの、おねっぽい子なんですけど彼はね。でもまあそれで入れられてですよ、入れられて、しかもねその時聞いた話が、入れられて中でおしっこされたそうなんですよ。ん、大腸の中に。しっこ、なんでしっこなんですか。知らん。ほんでジョロジョロジョロと出したって、うん、したね、吐き気がたまらなかった。なんだよ、分からん分からん、それ分からんよ、聞いた話だけどさ、そいつがそういう体質なんかもしれんけど、もう中で入れられたままもうジョロジョロしたら、もうううってなる、吐き気はあるけど出らんけど、もう吐き気がすごいんだってって言ってた本人。うん、やばかったって。これ何なんすかね、これ医学的にとかなんかあるの、なんか分かる人いるのかな。でもほら薬とかさ、うん、腸が吸収しやすいって言うでしょ、うん、座薬とかもそうですけど、だからなんか吸収しやすいんじゃないですか。
だってよくね昔 AV であったけどアルコールをさこう直腸に入れたりとかすると あれ急性アルチューになるんですよね。あね、あ酒の瓶でこうねやったりするもんね。あれ急性アルチューになるんですよ。あの全部吸収しちゃうから。なるほどなるほど。ダメらしいんですよね。あの死んじゃう可能性があるっていう。そういうことか。だからそういうことじゃないの。そういうことじゃない。だから要は毒素が出てるわけでしょ。あそうだそうだそうだね。体に余分なものだから、ね、それを急に急激に吸収したからうーってなるのか。なるんじゃない。まあ、まあでも胃には何も入ってないから。そうそうね。うん。そういうことか。胃に入ってなんか毒素が胃に入ったらこう出すけど、うん、何も出ないわけじゃないですか。胃がすっからかんやったら。うん。っていうことだよ多分。そうだね。いやそれ初めて聞いたねそんな話。うん。いやだからね。なんで執行かな。うん。なんで中で執行したかね。うん、いやそうそうそう。やつも知らんのよ。で俺それのその先輩のことは知らないのよ俺、うん。どんな人かも知らないし。でもまあ3年生。色が違うからねみんなねジャージの色が違うから、はい、で分かったらしいんやけど3年生っていうのは分かったけど誰かからとで本人も別になんかもうそのことを荒げたく ないがるから、うん、もうしょうがないからねそこはね、女の子がね男の子にやられたわけじゃないからまあ本人がねなくてもよ、まあ、本人がいいならまあまあその事件やされちゃったぐらいのノリかなっていう、ね、いやいやそれも事件やいや先輩からされたっていや軽いように言ったけど先輩からそれもそれで先輩からボコられたみたいなノリで考えればまあまあ怪我じゃないからいいのかねとかも思うしさいやいや分からんぞケツ怪我しとかもしれんやそう血は出とかもしれんけど ねまあまあそういうことがあったのね、うん、かわいそうだねうマジか、うん、病気になるわ、うん、分からんよだから本人もそのまま、まあ、もうそもそもお姉っぽい感じだったから、うん、本当にお姉なのかもしれないし本人がだから分かんないんだけどねそこまではで当時はそんな LGBT とか全然その理解のある世界じゃないから世の中がなんか分かんないけどなんか分かんないけどねなんかそんな感じでしたねすごいすごい国に住んだよいやなんかいや身の回りであるのよ多分あんまそんな聞いたことないだってうちはお菓子持ってきただけで学年集会とかやられたねあるあるあるいや学年集会はないけどねお菓子持ってきたとおったぞああなるほどいやーそれはすごいな、うん、そんなんをやりよったんやで女やったんやターゲットはターゲット、うん、だ常習化しとるから誰のそう女性をそういうふうにしてた、うん、で友達は男やったた、女性にをしてたんでしょしてねえわねえ、うん、そういう話かと思った、うん、優しいよ、うん、俺やってないよ俺 女子には普通よあそうかそうか見ただけ自分名前書くだけでいいけどね、うんでも友達から言われたのは、うん、力丸ね力丸から言われたのは名前出して大丈夫うん大丈夫あそう、うん、力丸から言われたのはちょ見てっつって後ろからこうしゃがむじゃないですか、うん、そしたら椅子にこう座ってる女子のここが見えるわけですよね太ももが、うんうんうん、裏側から、はいはい、この折れてる ここの感じ椅子こう座っててこの膝の裏側がちょっと見えるわけですよ座ってるから、はいはいはい、あのエリアがすげえなっていう話を決まると後ろでずっとしゃがんで見ながらしてましたね。うん？本当に日本人と話してるのかね。いやいやなんで？全然共感がいやいや椅子になりたいねとか言いながら。いや椅子になりたいねとか言いながらこうあでもあの膝の裏いいねとか言いながら、ね、ずっと見よった。中学で？うん、中学でそれやったら結構すごいっすよね。真ん中の一番後ろの席やったんですよ。その時二人で並んでなんか。加原朋美が大好きです、力丸は。いや、それ知らんよ。だから何よ。だから何っていうだけの話。いやー、すごいな。いや、すごいなんかいいエロエピソード持ってらっしゃるんですね。うんうん、いや、すごい国やわ。まあ、エロ、うん、エロな国や、うん。何も迷惑かけてないからね、言ってもね。だって、浦野さんとかね、せいぜいやっても〇ぐらいですよ、浦野さん。ああ、なるほど。あ、そうっすね。そうそうらしいですよ、うん、そんなしたことないもん中学の時3000円でダメっつってお願いしたけどねダメ絶対いいな3000円はいいそういうのも覚えてなんで思い出したいやいやちょっと今ふと思い出した3000円淡い恋の思い出じゃねえいや淡い恋の思い出よ3000円でどう3000円でダメ3000円でダメっつったら3000円無理やろみたいなっていう会話をしたのをもうはっきり覚えと中学生で中学生でそれはない。いや、もう当時はもうマックスだから。俺の中学時代なんてマックスだから。何がよ。いや、常にマックスやん。いや、やんとか。いやいや、知らん。中学校の時のお前知らんか。中学校の時の俺も常にもう何でもありだから。え？何でもありだから。でも女子テニス部がねスコート履くわけですよ、はいはいはい、練習とかでもスコート履くけどまあもちろん下ブルマだけですよで
明日ブルマ運んで行ってみておもろいよ多分っつって何言ってたいやお前ちょっとブルマ今日運んで行ってみてあのちょごめんごめんあのお前飛ばしすぎやみたいな全然ついていけないだから女子テニスでだからサーブ打ったりお前そういう話になったらさ急にお前アクセルベタ踏みやないかついていけんわもうペロンってなるやんペロンってなるやんジャンプとかしたらねもう準備体操からこんなにしてもうペロンペロンでもブルマ履いてると思ってるから男子も別におーってわざわざならんわけですよもういつも見てるし練習、はい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 、でねそしたらそんな時にですよあいつ履いてなくないってなって分かった気づいたみたいな言ったんよみたいなで次見たら履いとったっけねもう悪いあいつ次見たら履いとった多分女子に言われたよ女子仲間に多分あんた忘れとよみたいなブルマ履くんじゃねえふざけんなよっていう話んあ未来の話をしてんのかな違う全然わからん違う違う未来はもう通り過ぎたうわそう全然わからんもう通り過ぎた未来の話ですもんあそうすごい進んでらっしゃるいや22年前の話やからねこれはそんなんじゃなかったうちそんなんでしたもっと前でしょもっと前です30年前でもスケベにはやっぱみんなあれだったでしょそれはね中学ぐらいはみんなそうですよ、うんうん俺らの頃でもまだインター今と違うからやっぱインターネットもないし、うんね、女性の裸なんてエロ本でももうね、うん、なかなか拝めるもんじゃないしみたいな感じ で特に当時は可愛い人なんていなかったから可愛い子が脱いでるなんていうのってあそう、ね今とね、ほとんどなかった、はいはい、だからおばちゃんでもおおってなってたぐらいのレベルだから言うても、うんうんいやおばちゃんというかいや大したいやだってさパパとママに怒られちゃうとか言ってこうランドセルかるったようなねもう裸でねもうどう見ても40代のババアみたいなねそういういやお前絶対40代やんっていうようなのが小学生のふりをしてんのよ、うん、何それっていや何言ってんだよお前何言ってんだよお前ちょっと待てお前おいちょっと気が触れた気が触れたねえいやもう言ってる意味が全く分からん何こいつ何やってんのこれどういや違う変な薬してんじゃない違う違うだからアリスクラブとかはちゃんとしてたけどそんなんがない時の話ですよ単純にうん分かるいや分からんどういう求めんでくれもう分からんからということで ね、はい、すいませんこんなやつですけどよろしくお願いしますあよろしくお願いします、ね、今はまともになってますねちゃんと結婚もして違うやろ結婚もして子供もまともなわけないやろえまともじゃないやろ、ほんともうしょうがいやよ、なんでこういう時だけなんか被害者ずらすの、うん、かわいそうに、みたいなかわいそうに、ああかわいそうにチャンネル登録よろしくお願いしますお願いします広い都会のジャングルで今日もキングが針を打つサプリじゃ効かない症状に正義の針をぶちかませ行け行けブレアブレア銀座すごいっすねありがとうございます水原さんなんですかイオン級で貼る場所困ってた時とかアプローチに貼ってもらったのは良かったねああ体じゃなくガジェット側に貼るっていうあの発想ねすごいよねアプローチに貼るパソコンに貼る家に貼っとったらいいよねでっかい銅とでっかいアルミをさペタペタっと家全体の磁場が整うんだよでも何日間しか持たんすね確かあそうか参加していく参加していくねそこコストがかかりすぎるねそれは窓開けた方がいいじゃないかっていう1日か2日おきに曲げて回して全部貼り直して